それを見て2番の川村も前に上がります。2番の川村がまずは先に先頭誘導員をかわしてここは前に立ちました。残りが2周。さあここで8番の山本がこれを抑えていきます。8番の山本先頭に変わって3番手に引いた2番の川村、5番手には1番の浅井がいます。後方に置かれているのが5番の鈴木。さあ少しペースが緩います。8番の山本が先頭で後ろの様子を伺って残り600の鐘。さあ2番の川村ですが3番手から2番手少し内側に刺すような感じ。しかしここは8番の山本がペースを上げるか。1番の浅井は5番手をキープして4コーナーからホームストレッチ。まもなく残りが1周、縦1列8番の山本を先行になった。2番手は3番友貞、3番手に2番の川村で、この後ろ9番の志村、1番の浅井は現在5番手バックストレッチ。さあ1番の浅井が5番手から仕掛けた。1番の浅井が一気に前を捉えに行く。2番8番の山本に並んであっさりかわした。後ろは4番の浜口が追走している。4コーナーから直線、1番の浅井先頭、後ろから浜口追ってくるが1番の浅井だ、ゴール。2着4番の浜口。